どうも、こんばんは、ゆぬむです。今回は東京ぐるりインボーク新しいイベント兄弟の確執かな、これは、やっていきたいと思います。あやと編ですね。あやと編ってことは10日編もあるのかな。やっていきましょう。 S ですね、難易度は。まあ有馬入れてるしいけるんじゃないだろうか。最近はもうほんと S で失敗しなくなったんで、最初の頃とかめっちゃ負けまくってた記憶あるんですけど、まあどうだったかな、負けてたかな。また見返すか。ちょっと待って、もうボスなの。本当にこれ。なるほどなるほど。あ、グールだけでクリアだったんで全然見てなかった。ブレイク3回以上はまあいけるでしょう。とりあえず、いやもうこういう場合ってさ、まあ、大体錦が鬱陶しいんだよな。まあ、とりあえず打つか。ほら、なるほど。なるほど。あ、なるほど。いやーそうきたか。なるほど。僕のです。はいはい。なるほどね。まあでもダメージはまあそこそこ入る。いやーそっかそっかそっか。なるほどね。まあ、次重蔵たまったら2人ともブレイクできると信じて、とりあえず打つか。出血ね。うう、かっこいい。で、うわでも微妙だな。何に意識あんな感じなんだ、あの子は。なんであんなお堅い感じなんだ。まあ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 いいだろう。これさ、いや有馬で行こう。よいしょ。ザーコが、これ2ターンでさやっていいかな。いやダメだろう、ダメだろうな。まあこれはそんな食らわないでしょ。まあでもね、こう見たらやっぱなんか俺はイグザより前髪の方がスキルかっこいいよね。イグザの方がってだけね。なんかピンチです。あーきついなー。いや錦打たないでおくか今回は。シフト全部使っちゃったしな。とりあえず錦だけ倒したいけど、あいつがスキル何使って、何これ。は、混乱かよ。いやーちょ、おいよ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 い、確定なのこれ。は、回復。うわこすいこと、うわこれもう、こす、ちょ待って、こすすぎ。え、マジかよ。ちょ待ってくれ、しかもブレイクゲージまで回復してんじゃん今おったらさ。あのまあまあ食らうな。待って、今窓さんさしれっと2回失敗したよね。ねえ俺見逃さないよそういうの。マジ超2匹つ、いやーでも混乱の時2匹使うの怖えな。使うか、もう何としてでも2匹から倒そう。もう嫌だもんほんと。今さしれっと窓さんさ失敗するからさ焦るわほんと。とりあえず次で2匹ブレイクしつつ、うわちょ待って、クリティカルとかやめてほんと。いやこれ錦のスキル使うまでもねえな。なんかピンチです。吹っ飛ばしいの。あ、やべ、スキル使った方がよかったかこれ。まあいいや、あのすっかりねスキルの、は、死なねえのかよ。おわ、おい、窓さんまた失敗したぞ。おめどうなってんの。あもう、あやじゃあ失敗しやがったんだけど。おいよいよいよい、混乱来るとか聞いてないんだが。俺が詳細読んでなかっただけこれね。また詳細読めよって怒られるよコメント欄で、今頃多分詳細読めよって多分コメント欄にいっぱい来ちゃう。おーちょっとやめて、本当にやばい。おい、いつまで混乱、いや今混乱浮気されたのか、これやべえよ本当。おおこれまずい、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 まずい。よし行け、吹き飛ばしてこい。どれぐらい食らってる？うわー渋いかもちょっと。これで錦のあれ解けるんじゃない？これでさ、あ解けたね。うわ意味ない覚醒だったな。やばいやばい、スキル使ってこられたら終わるでこれ。危な。ちょマジ危ないんやが、これどうする？これどうすれば勝てるの？とりあえず魔導おじさんのバフ使いの。
あ、これ負けるんじゃない。俺さ、フラグだった、もしかして。この冒頭に言ったやつ、まさかのフラグだった感じ。嫌なんだけど。どうしようどうしよう。ちょっと待ってよ。ここからこいつ覚醒させて遅いしな。要塞、窓さん要塞じゃなかったっけ俺の。ねえ、またし、ま、おい、ま、俺の窓さん失敗しすぎじゃない。ちょっとこれ次スキル飛んできて死にますねこれ。あ、次スキルと通常攻撃飛んできて死にますね俺これ。やめて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 。おー、やばい、これ7000なんか死にましたね。久々に敗北を喫した。お疲れ様でした。